ご視聴ありがとうございます。今回は、1990年代に、家庭用ゲーム市場で数々の、競争を繰り広げた、次世代ゲーム機戦争をご紹介させていただきます。コピンブログにも、この動画の記事が掲載されていますので、ご興味のある方はぜひご参照ください。よろしくお願いいたします。1983年にファミコンで、家庭用ゲーム市場を開拓した任天堂は、1990年に、後継機としてスーパーファミコンを、発売し、これに対し、この任天堂の牙城を、崩すべく、ライバルメーカーたちは、次々と新しい機能を、搭載したゲーム機を登場させ、この1990年代の、家庭用ゲーム機の競争は、次世代ゲーム機戦争と言われ、ユーザーや、メディアから騒がれるようになった時代だね。そんな、1990年代の、家庭用ゲーム市場での、次世代プラットフォームの覇権を、かけた戦いをご紹介させていただきます。セガ、社運をかけた、最後の勝負、ドリームキャストの開発開始。セガサターンが発売されてから3年後の、1997年になると、ソニーのプレイステーションが、圧倒的な市場シェアを、獲得するようになり、家庭用ゲーム市場は、任天堂のスーパーファミコンの時代から、ソニーのプレイステーション一強の時代へと、大きく変貌を遂げることになるんだ。そして、セガの家庭用ゲーム事業では、セガサターンの人気に陰りが、見え始め。さらに、セガにとっての、もう一つの柱であった、アーケード市場も衰退し始めるなどの影響で、業績が、少しずつ低迷するようになるんだ。なぜ、セガの業績が悪化し始めたの？それは、セガの強みが活かせなくなってきたからなんだ。セガの強みが活かせない？そう、セガには大きく売り上げに、貢献してきた、日本の柱があったんだ。日本の柱？そう、セガには、アーケードゲームと、家庭用ゲーム機という大きな二つの、事業があって、この両輪の事業による、相乗効果こそが、セガの強みだったんだ。そして、セガは、アーケードゲームでの高い技術力を、活かして、それを家庭用ゲーム機に還元する戦略で、大きくシェアを伸ばしてきたんだよ。セガの強みは、アーケード事業での、高い技術力と、そこから生み出される、ソフト力で、ゲーム業界で強い存在感を、示していたってことだね。そうなんだ。ところが、1994年に、登場した次世代ゲームの、頃から、家庭用ゲーム機の性能が、急速に上昇し始め、アーケードゲームに負けない、ゲームタイトルが、次々と家庭用ゲームに、登場するなど、ゲームユーザーは、もう、ゲームセンターに行かなくても、自宅のプレイステーションで、アーケードのようなゲームが遊べるんじゃない。ということで、ゲームセンター離れが、起き始めていたんだ。家庭用ゲーム機が、アーケードゲームを追い越したと、言われている、ゲームタイトルといえば、1997年に、プレイステーションから発売された、ファイナルファンタジー7の、登場が大きな分岐点になったと、言われているね。そのため、セガの強みである、アーケードゲームでしか遊べないゲームや、セガの強みであるハードの性能で、ライバルの家庭用ゲーム機を、圧倒するという戦い方が、難しくなってきたんだ。それに、セガは、人気のドラゴンクエストや、ファイナルファンタジーのような、RPG 系のゲームが、弱かったしね。そうだね。ということで、1995年に、プレイステーションが大きく、シェアを伸ばしてきた頃から、ゲーム市場の流れが、アーケード市場と、家庭用ゲーム市場という日本の川から、家庭用ゲーム市場という、一本の大きな大河へと、流れが大きく変わっていくことになるんだ。このゲーム業界の大きな市場の変化から、この頃のセガは、この先の我が社の未来は、どの道に進めばいいのか、という選択を、迫られることになるんだ。セガの未来への選択？そう、セガは、このまま家庭用ゲーム機を作り続けるのか、それとも撤退して任天堂や、ソニーのサードパーティーとして、生き残るのか、という、どちらかの道を選ばなければならなくなっていたんだ。難しい決断だね。もし、家庭用ゲーム機を作り続けることを、選ぶとしたら、なんとしても、強敵のプレイステーションに、勝たなければならない。ということになるし、もし、ライバルメーカーのサードパーティーになることを選んだ場合は、今までセガが蓄積してきた、ハードの技術を捨てることになり、さらに、家庭用ゲーム機での、プラットフォームビジネスを諦め、サードパーティーからの、ゲームライセンス料金による収益も、見込めなくなってしまうんだよ。長年培ってきた、ゲーム業界トップクラスも、セガのハードの技術力を活かせなくなるというのは、難しい選択になりますね。そこで、セガが決断した方向性は、どの道を選択しても、もはや茨の道。こうなったら、セガらしくシャウンをかけて、最新の家庭用ゲーム機で、もう一度、シェアを大きく取り戻してみせるぞ。ということで、1998年に、セガは、シャウンをかけて、第6世代の家庭用ゲーム機を、発売することを決めたんだ。頑張れセガ、セガは、ここで倒れてしまうのか。セガが考えた、家庭用ゲーム市場での、シェア奪還の戦略は、こんな感じです。家庭用ゲーム市場は、プレイステーションの独走状態になってしまったな。何か、ソニーに勝つ方法は、ないのか。一つ、起死回生の、逆転ホームランを打つ方法がありますよ。何、本当か。はい、確かにプレイステーションは、
高いシェアを誇っており、ゲームタイトル数も、3000タイトルを超える勢いです。しかも、ハードの価格も、自社工場で製造してますから、価格競争にも強みを、持っています。まあ、家電業界出身だから、コストダウンは得意だからな。おかげで、サターンでは性能面ではいい勝負を、していたが、結局、プレイステーションには、価格戦争で負けてしまったものな。そうですね、価格競争や、ゲームタイトル数では、我が社はすでに、まともに戦っても勝ち目は、ないでしょう。まあそうだな。しかし、プレイステーションは発売されてから、もう3年が経過しています。あと数年で、家庭用ゲームとしてのプラットフォームの、寿命は、終わるだろうと予想しています。まあ、ソニーも、あと数年後には、次世代ゲーム機の投入を、考えているだろうな。そうなんです。我々が狙うのは、ライバルのソニーが、プレイステーションの後継機種を、発売する前のタイミングで、我が社の新しいゲーム機を、投入して、市場を抑えてしまえば、勝つ見込みが見えてくると思うのです。なるほど、我々は、プレイステーションの次に来る、次世代ゲーム機競争で、勝負すればいいというわけだな。はい、そうです。おそらくソニーの後継機の、発売は、2000年頃だと思われますので、1998年に、我々が、新商品を投入できれば、2年間の猶予がありますから、その間に次世代機で、市場を制覇することができれば、もう一度家庭用ゲーム市場で、高いシェアを獲得することも、夢ではありませんよ。なるほど。これは、我が社の最後のチャンスです。勝負に出ましょう。よし、わかった。プレイステーションに一矢報いるためにも、我々の将来の夢を、最新の家庭用ゲーム機に、託してみよう。ということで、セガは、ライバルであるソニーの次世代機の、発売が、あと数年先であることを、予想し、そこで、先んじて、新商品を発売することで、一気に低下したシェアの巻き返しを図ろうとしたんだ。かなり、ハイリスク、ハイリターンな勝負だね。セガの次世代ゲーム機のコンセプト。こうして、ライバルのソニーより先に、次の後継機種を投入することを、決めたセガは、次に、どのようなコンセプトのゲーム機を、開発するのかの、打ち合わせが行われることに。セガの、後継機種の開発会議。プレイステーションより先に、次の家庭用ゲーム機を開発することが、決まったと。はい、問題はどのようなコンセプトの、ハードを開発するかだな。そうですね、今までは我が社が、アーケード基盤のノウハウを、活かして市場で有利な戦いを、進めることができましたが、現在は、ソニーのプレイステーションの、登場により、アーケード基盤の性能に、近い家庭ゲーム機が、2万円台で一般に普及するようになってしまいましたからね。そうだな、我々が開発した 3D 専用基盤の、モデル2では、30万ポリゴンに達したが、ソニーのハードは、同等の描写が可能になってしまったからな。そうですね、モデル2の後継機であるモデル3では、100万ポリゴンを達成しましたが、何せ価格が、60万円もしましたからね。あの基盤で、バーチャファイター3をリリースさせて、ライバルメーカーたちを驚かせたが、しかし、あれから数年経った今では、高性能な数十万もするハードよりも、コストとハード性能との、バランスが必要な時代に、変わりつつあるからな。そうですね、1994年以降は、ハードの性能は、家庭用のゲーム機でも、ほぼ互角の戦いになってきてしまいましたからね。ゲームセンターが最先端の、ゲーム市場という、聖域がもう通用しなくなっているということか。そうなんです、今までのように、ハードに大量の資金を、投入することが通用しない時代になってきましたね。半導体の進化は恐ろしいものだな。これからは、安く、高性能な基盤を開発する必要があるってことか。そうです、しかし、我々も手を、こまねいているわけではありませんよ。セガの将来を見据えて、ハード部門では。ただいま、コストと性能のバランスが取れた、最新の基盤を開発中です。何本当か、それで、その基盤は、何という商品なんだ。はい、ナオミという、最新のアーケード基盤です。なるほど、モデル3の後継機として、研究していた、あのボードか。はい、そうです。前期の販売価格が、60万円を、超えてしまった、反省から。今回の新基盤では、大量生産による、コストダウンを念頭に開発を、始めていますし。さらに、我が社の新商品である、新しい家庭用のゲーム機と、アーケード基盤の両方で、利用できるように、互換を重視したマシンとして、設計されています。なるほど、アーケードゲームと同等の、性能のハードを、家庭用ゲーム機として大量生産することで、コストダウンを図り、性能とコストの両方で、ソニーのプレイステーションに、負けないマシンを登場させるということか。はい、そうです。このハードは、プレイステーションを圧倒する性能を、有してますし、価格競争でもソニーに、負けない商品が発売できると、思います。なるほど、それならソニーに打ち勝つことも、夢ではないな。しかし、ハードの性能と、価格だけでは、ソニーに打ち勝つことはできないでしょう。やはりそうか。ソニーには、ナムコをはじめとする、多数のサードパーティー軍と、3000タイトルを超えるソフトを、保有しています。それに、ソニーも次の後継機種では、
相当高性能なマシンを開発してくるでしょう。まあ、そうだな。もはや、我々が今まで得意としてきた、ハードの性能で、革新的な表現を追求するという時代ではなくなってきているのです。まあ、マシンの能力で、ライバルと差別化を、図るという、戦い方が難しくなってきているのは、事実だな。そこで、我が社としましては、ハードでの競争だけでなく、新しい価値を、後継機に取り込みたいと思っているのです。新しい価値？はい、それはネットワークです。ネットワーク？はい、そうです。近い将来ゲームは、ネットワークを通して、プレイヤー同士がコミュニケーションを、取ったり、対戦したりする時代が来ると、開発チームは予想しているのです。事実、アメリカでは、ネットワークを利用した、オンラインロールプレイングゲームである、ディアブロや、ウルティマオンラインなどが注目を、浴びるようになっています。なるほど、確かにネットワークは、これからのゲーム業界にとって、重要なキーワードだな。はい、そこで、我々の後継機種では、プレイ&コミュニケーションという、コンセプトを柱に開発を、進めていきたいのです。なるほど、セガは未来を夢見る社風だからな、5年後、10年後を見据えた新しい価値を、ユーザーに提供するということだな。はい、そうです。わかった。次の我々の新商品では、ハードの性能と、ネットワーク機能で、プレイステーションに対抗しよう。ということで、セガは、得意のハードの技術力と、そして、今後、急上昇すると思われる、ゲームネットワークで、大きく勝負することにしたんだ。セガは、ハードの性能競争だけでなく、ネットワークゲームにも対応したマシンを、送り出そうとしたんだね。そう、セガがなぜ、ネットワークというキーワードを、次の商品で、アピールしようとしていたかというと、それは、1990年代末になると、家庭用ゲーム機でも、秒間30万ポリゴンを、超える描画性能を備えられるようになったことで、セガが今まで得意としてきた、ハードの性能で、革新的な表現を追求し、マシンの能力で、ライバルと差別化を、図るという、戦い方が難しくなってきたんだ。そのため、ハード性能を、競うことはもはや無意味になり、さらなる新しい遊びの追求が、求められていたんだ。ゲーム業界は、半導体の急成長で、ハードの性能で競う時代ではなくなっていたんだね。そう、そのため、セガは、プレイ&コミュニケーション、というキーワードを柱に、後継機種の開発を、進めることに。当時はまだ、通信環境が現在ほど、整っていない、いわばネット過渡期の頃ではあったんだけど、将来を見据えて、この新商品では、ネットワークに接続できる、モデムも標準搭載することを、決定しているよ。果たして、このコンセプトが、ユーザーにどう受け入れられるかだね。ここで、セガの強みである、3D アーケード基盤の、大きな流れを少しご紹介させていただきます。セガの、3D への挑戦は、1992年に、アメリカの、GE アイロスペース社と、共同開発した、アーケード基盤である、モデル1の登場から始まるんだ。この、モデル1の代表作といえば、3D レースゲームの、バーチャーレーシングや、バーチャーファイターが有名だね。それから、2年後の1994年には、テクスチャーマッピングが可能になった、モデル2がリリースされることになり、このボードで有名なゲームタイトルといえば、バーチャーファイター2や、デイトナ USA、そして、セガラリーチャンピオンシップなどが、知られているね。そして、2年後の1996年には、業界最高の秒間ポリゴン数である、100万という描写が、可能な、モデル3がリリースされることになるんだ。このボードは、究極の 3DCG ボードと呼ばれていて、代表作は、バーチャーファイター3や、セガラリー2だね。しかし、このハードは、性能を追求しすぎた結果、基盤の値段がなんと、60万円もするという、高額なボードになってしまったんだ。ひえー、すごい、60万円。この頃のセガのハードの開発は、アーケードと、コマーシュ向けでは大きく開発の、考え方が違っていて、ゲームの最先端を追求する、アーケード部門は、費用度外視の、高性能なハードを、作るべー。で、コマーシュ向けの家庭用ゲーム機は、多くのユーザーに普及できるように、コスト重視のハードを、作るぞー。と、アーケードと、コマーシュ向けでは、別のラインで開発が進められることが、多かったんだ。家庭用ゲームのセガサターンの、互換機である、STV などの、低コストなアーケード基盤も、リリースはされているけど、主軸は、性能重視だったんだね。そうだね、やはりアーケードゲームこそが、コスト度外視の、最先端のハードだったんだ。ところが、1994年に、登場した、3D 専用家庭用ゲーム機である、プレイステーションの登場から、ゲーム業界の流れが大きく、変わることになり、セガの、モデル2と同等の性能を、家庭用ゲームでも、しかも、2万円台という低価格で、提供できるようになってしまったんだ。家庭用のゲーム機と、アーケードゲーム基盤のポリゴン数を、比較してみると、プレイステーションは、秒間36万ポリゴンで、セガのアーケード基盤である、モデル2の、30万ポリゴンとは、ほぼ互角の描写性能になってしまっていますね。こうして、数十万円もするアーケード基盤より、数万円で手に入る、家庭用ゲーム機の方に、ユーザーが流れてしまうことに。
そこでセガは、2年後の1998年に、モデル3と同程度の性能を、持ちながらも、低コストを実現したハードである、ナオミをリリースするんだ。このボードでは、アーケードと家庭用ゲームの、プラットフォームを統一し、新商品の、ドリームキャストとの互換性を、持つ基盤として開発されることに。この最新ボードの登場により、アーケードと、コマーシュ向けのハードは、同一のマシンとなり、セガのハード開発の考え方が、性能より、コストを重視した、ものづくりへと大きく変わっていくことになるんだ。ということで、次の家庭用ゲームの後継機種では、低コストと、高性能なハード、そしてネットワーク機能を搭載し、プレイ&コミュニケーションを、コンセプトに掲げた新商品が、いよいよ発売されることになるよ。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。